こんにちは。1月22日木曜日午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの高橋がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。21日のニューヨーク為替市場はオプション絡みの円買いからドルが円に対して急落し、その後ダウ平均株価の上昇を受けた買い戻しから下げ幅は小さくなりました。クロス円もドル円につれて売り優勢で始まり、ポンド円は史上最安値をつけました。ただこちらも終盤にはダウ平均株価の反発を背景に買い戻され、下げ幅を解消する動きとなりました。それでは通貨ペアごとに見ていきます。ドル円は一時87円10銭をつけ、1995年7月以来の水準まで急落しましたが、その後介入の憶測やダウ平均株価の大幅上昇につれて89円台へ戻して89円45銭で引けました。ユーロドルはアメリカ格付け会社 S&P によるポルトガルの長期ソブリン債券の格付けの引き下げやポンドの売りにつれて 1.2825 ドルまで下落しました。その後クロス円の買いにつれて 1.30 ドル台後半まで反発し 1.3028 ドルで引けました。ユーロ円はドル円の下げにつれて一時112円8銭まで下落、その後はダウ平均株価の回復につれて116円97銭まで反発しました。ポンドドルはイギリス金融機関の国有化観測や追加利下げ観測などを背景にしたポンド売りが加速して85年9月以来の 1.3622 ドルまで下落しました。終盤にかけてダウ平均株価の上昇や2月の G7 会合でポンド安について討議されるとの関係筋の報道に 1.4026 ドルまで反発しました。ポンド円は120円を割り込んで史上最安値の119円42銭をつける場面がありました。その後はダウ平均株価やポンドの反発につれて125円39銭まで反発する動きとなりました。変わりまして東京市場前場はドル円クロス円で売りが先行した後買い戻される展開となりました。ドル円は売りが先行し一時88円61銭まで下押ししましたが、さらなる下値拡大にはならず、その後は下げ幅を解消して89円台半ばまで反発すると89円を挟んでの推移となりました。ユーロドルはユーロ円につれる動きとなり一時 1.2944 ドルまで反落、その後は 1.30 ドル台前半まで回復を見せて 1.30 ドルちょうど近辺での推移となりました。ユーロ円は114円91銭まで反落、その後買い戻しから116円台中頃まで反発し116円を挟む動きとなりました。ポンドドルも 1.3835 ドルまで反落した後は 1.39 ドル台前半まで戻してこの水準で推移しています。ポンド円は122円64銭まで下落した後124円台後半まで戻して124円台前半での推移となりました。ここまでの値動きをお伝えしました。なお今日この後予定されている主な材料はご覧の通りです。イギリスの金融機関の懸念を背景に欧州通貨が売られ、リスク回避の動きから急激な円高に触れた後元に戻す不安定な相場展開となっています。ポンドが依然として売り圧力を受けているため、リスク回避による円買いの動きがまだ継続されそうです。以上、午後の FX フラッシュを終わります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃からお送りします。